はい、どうもご覧です。今回ですね、こちらの三の間ですね、天満の古城三の間のマイキー×鬼丸で挑んでる動画なんですけども、まあ今更感はすごいんですけども、まあなんやかんやね、いろいろあって、結局今現状、現時点ではこのマイキー鬼丸が個人的には一番安定するのかなと思ってます。まあ鬼丸はともかくね、マイキーはもうゲットできないので、まあ1体でも持ってればね、フレンドのマイキー使っていったりとか、まあ友達同士とかお知り合いの方が持ってたら、まあそれでもいけるとは思うんですけども、まあ鬼丸4とか、まあ煉獄とか恵比寿とか、まあいろんなパターンあると思いますし、耐久系でいくなら上張りとかも全然ね強いとは思うんですけど、まあ攻めもできて守りもできて安定してクリアできるのはこの組み合わせかなと思ってます。まあぶっちゃけ3の間に関しては僕が個人的にすごい苦手なだけであって、もうねだいぶ攻略し尽くされてるとは思うんですけども、なんでね、あんまり喋ることもないといえばないんですけど、まあ基本的な立ち回りはほんまに一緒で、ただひたすらセンサー出す雑魚がセンサー出せるように倒さないようにしつつ、敵を攻撃しつつ、センサーをもらうと火ダメがえぐいので、ちゃんと最後は回復するためにプヨを倒すっていう流れですね。まあこれに関してはまあ全バトル共通でやりますし、まあ状況によっては回復だけするとか、味方がバフもらえてない状態でバフ出してくれる雑魚キャラが動けない状態になってて、どうしようもないからとりあえず一旦耐えるとか、まあそういうパターンも出てくると思うんですけど、まあそうならないように常に先ほど言った3点を満たす感じですね。センサーに触れて攻撃力アップする、で敵を攻撃する、でセンサーを出す雑魚は触れないようにする、プヨは必ず後の方に倒す。でセンサーを持ってる雑魚に関してはセンサーに触れた時にレーザーバリアの範囲内にいる敵にバフをかけてくれるので攻撃力アップがそれでできるんですけど、ただバフをかけてくれますけど、先ほどもちょっと言った通り火ダメがめっちゃ痛いんで、それも気をつけながら立ち回らないと、個別ヒットポイントとはいえあっという間に2人3人やられてしまうと、その後残りの1人に集中砲火が入って全滅みたいなことも全然ありえる形ですし、幽霊状態になっちゃうとダメオもマインもダメージ受けちゃうんで、まあダメオは最悪いいんですけど、マインでダメージ受けちゃった時に、まあこうとかそうなんですけど、まあこれマインダメージ受けちゃうんですよね。でダメージ受けるマインを爆発しちゃうと、その近くにいる味方も受けちゃってドドドーンってやられちゃうんで、まあそれをとにかく気をつける感じですね。まあ幽霊状態になるのは全然いいですし、もう避けようがないパターンとかも全然あるとは思うんですけど、まあその時に地雷を気をつけて動かないと、味方せっかくヒットポイントが満タンとかね、 たくさんあるねキャラクターが一緒にやられてしまうパターンが出てくるので、まあそこはほんまに要注意していく感じですね。でバトル3が結構ね、苦手な人多いと思うんですけど、このネクロンを同時に倒す必要があるんで、それがほんまに厄介で、ただ一応ネクロン自体も2ターンのターンと1ターンのターンが存在するので、理想としては突入する段階で SS が溜まってる状態の鬼丸スタートで鬼丸の SS を打つで、初手でこの状態が作れたらその次確実にネクロンだけ攻めてネクロンを倒しきることができるんですけど、2手目とかでこの形になっちゃうと結構同時処理するのがやっぱ難しくて、まあこれ完全なミスショットなんですけど、しっかりね配置が良くてとかぐるぐるできるルート取れると、でね普通にいっぱい雑魚キャラがおってもネクロン2体同時に撃破できるんですけど、まあここがね割と配置が良かって、こんな感じの角度で打つとぐるぐるできていっぱいネクロン攻撃できて、まあちょっとクリティカル出ちゃってるんですけど、まあぐるぐる攻撃できて同時処理ができるんですけど、まあやっぱ鬼丸スタートで調整できるなら調整した方が無難ですね。
で、ボス戦からが、まあ、結構やっぱボスが硬くて、で、これまあ試しでね、まあ、せっかくやから撃ってみようと思って、マイキーを撃つんですけど、ちょっとね、角度をつけすぎた結果、抜けちゃって、まあ、結構薄めにしたつもりやったんですけど、やっぱ足早すぎて抜けた感じですね。もっともっと薄く打ってたら、多分これで普通に突破できたと思うんですよ。薄く打って、ブロックの中で収まるぐらいやったら、最後の SS の追撃も弱点にザシュンって入れば、もうちょっとダメージ出たような気もしますしっていうところなんで、まあまあまあ、こんなもんですよっていうので、ちょっとでも参考になるところがあればいいかなと思います。まあ今のは正直ミスショットですね。ただまあ結構削れてはいるので、その後立ち回りに余裕ができるので、まあマイキーの人がそこですね、言うて大号令なんで全員動かすことができて、で自分自身もバフがかかって、さらに最終追撃が入るという形なので、まあ強いですね。で、鬼丸のパワーフィールドが入ればさらに攻撃力も上がるしっていう形なので、まあやっぱこのマイキー鬼丸はかなり強いですね。まあ、ボス位置とかもね、結構ね、普通に負けちゃうポイントだと思うんですけど、まあ全然、個人的にはここでは SS1 本打ってもいいと思います。マイキーの SS に関しては、ここで全然使ってもいいですし、なんならむしろ早めに使ってたら、ワンチャン、ラスゲまでに溜まり直すまであるんで、全然初手打ったのは良かったのかなと思ってます。言うてぐだるんでね、ボスにボスさんも。まあこれも完全ミスショットですね。もう何をしてんねんという完全な無駄一手なんですけど、まあでもそれでもこのパーティーやと全然焦る必要はなくて、とりあえずネクロンを倒したいので鬼丸は撃っていく。で、できれば多分倒しきるのは無理なんで、削るっていうのが理想やったんで、左はいい感じにいけたんですけど、ちょっとやっぱ角度が微妙で弾かれて、右下が全くいけなかったので、まあもう一回溜まり直すやろう、1P はっていうところもあったんで、もうここでマイキー打ちます。で、ネクロンに初手触れて、防御ダウンも入った状態で暴れ回って、まあ正直もうちょい直殴りしたかったんですけど、それがちょっとできなかったんで、まあ結果的にちょっと残ってもて、追撃でも倒しきれなかったんですけど、まあ2ターンあったので、ここで復活が入らないんで、確実にセンサー取って、倒していく。このセンサーが残ってたのもね、ちょっと危なかったですね。あれセンサーがなかったら敵を多分倒しきれてないんで、もう最悪パック打つか、もうあんま自利品状となってたんですけど、まあなんとかって感じですね。で、ここはもうセンサー出てるので、マイキーでもうジョリジョリいって削り切りたかったんですけど、やっぱね、早いんですよね。思ったより動き回って抜けちゃうんで、まあ、もっと薄くてもよかったんでしょうけど、さすがにあそこから三反射しての中に入っていくはちょっと難しすぎるんで、まあまあ削れてたからいいかなっていう感じですね。で、ここはさっき言ってた地雷ですね。地雷が痛い。せっかく生きてるマイキーを一旦死なしちゃう。まあでも一応回復はするので、その後耐えつつなんとか順番回していって、で、まあ、ここはとりあえず回復優先ですね。まあ、突破できたらラッキー。回復最優先。で、次の鬼丸でまあ確実に突破できるんで、ここでしっかりと鬼丸で回復も入れつつ、攻めつつ、で、万が一があったら嫌なんで SS も打ってって感じですね。まあ、正直打たなくてもいけたような気もしますけど、パワーフィールドも出たんでね。ただまあ、もし倒しきれんかったら、最悪なんで、まあ一応念のため打ったって感じですね。鬼丸は SS 軽いんで、もうやられるぐらいやったら打つと、やれる前にやるという感じですね。で、ここもまあ雑魚処理ですね。とにかく早めに雑魚処理をしたい。なので結構みんながバフもらってる状態で抜けることができたんで、初手パックですね。本来ね、さのあってパック打つのはやっぱりこのセンサーの雑魚もセンサー切れちゃうんで打ちどころ難しいし、他の4、50連れてきた方がいい場合もあるとは思うんですけど、チョッパーとかね。でも、まあ個人的にはやっぱり遅延はでかいので、こういう打てる場面で打つ。ないし、打てる場面を作って打つっていうような感じですね。
でここがね迷ったでクソショットしたんですけど、まあ、センサーを出せずに、かつ全然敵も削りきれずで、センサーを今誰ももらってない状態になってしまったんで、まあちょっと一旦無駄にしちゃってるんですけど、まあそれでもとりあえず次のマイキーを撃つ方向性で、でバフは多分右下以外はワンチャンもらえるかなっていうところもあったんで、もう暴れるしか正直なかったんで、まあここで SS 撃ちつつ、しっかりと初手ボス触れつつバフもらって、で右下もできれば倒したい、友情が強くて倒しきれる、そっから追撃、まあ1段階目でこれなんでね強いですよね。でここでまあセンサーはないものの4分の3もらってる状態なんで、まあもういけるやろうっていう感じで最後フィニッシュですね。ということで、何か少しでも参考になる部分があれば幸いでございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひ少しでもいいねと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは。